はい、百名中紀行岡山城の桜門桜の馬場跡に来ています。といってもここをじっくり見ている方はほとんどいないと思いますけど、岡山城の本丸に入る駐車場の入り口ですね。まあ、実際あの石垣とか門とか何も残ってなくて全部道路になってますので、まあ、見るものはないんですが、まあ、ずっと見るこのカーブしているここですよね。ここのところに、門があったということになりますね。この左が駐車場があのいつも使う駐車場ですよね。屋敷なんかもあったみたいですから、まあ、馬場っていうぐらいですからね、まあ、平らな角、まあ、絵図が残ってますよね。本丸、今駐車場の脇のところに、桜門って書いてありますね。ここですね、桜門ですね。でここが駐車場になってて、その先が馬場ってなってますよね。絵図にきちんと書いてあるってことは、まあ、埋め立てられたり整地されたり、都市化が進んで住宅地になったりと、まあ、典型的な、ここになりますけども、まあ、西の郭、東南の郭、だから桜門で結構境を成してたというその郭の仕切りみたいなもんですよね。で南向きに立っていたと、まあ、南門っていう名前があるのか分かりませんけど、桜があったんでしょうかね、桜の馬場、桜のやっぱり大樹にちなんでいると。北側門内には内堀に沿って広々と長居するので桜の馬場、今見てたこれですね、桜の馬場、縦に長いですね、相当大きいですよね。だから本丸に入る、本丸からも見えるところですけど、その部分とこの門ですよね、橋があってっていう感じですよね。結構遺構がね、西の丸、金剛山、西手櫓は書いてないな、どれだな、堀なんかも結構埋まってしまってるんで全部の遺構がちょっと残ってるわけじゃないんですけど、だいぶこう場所的にはですね、こう広い敷地があったようですよね。はい、桜門桜の馬場付近でした。